大前駅は、群馬県安妻郡妻まご村、大あ大前にある、東日本旅客鉄道あがつま線の駅で、同線の終着駅である。ほとんどの列車が一つ手前の万座、風ざ口駅で折り返す。駅の標高は840.4メートルで、また、群馬県内及び関東地方の普通鉄道の駅としては、最西端である。短式ホーム一面一線を有する地上駅。 ホーム上にコンクリート作りの待合所が置かれていて、トイレも併設されている。長野原草津口駅管理の無見駅。当駅のプラットホームは4両編成分の長さで、あるが、線路はホームの端から約100メートルほど奥に伸びている。河川も線路が途切れているところまで張られているため、特急、草津に使われる651系電車のように7両編成の 車両も停車することができる。通常は普通列車以外は来ないが、行楽シーズンなど阿賀妻線の臨時列車が増発される際には、臨時列車の編成が一時退避するために当駅まで改装されることがある。ここから、妻馬井村中心部を経由して、新越本線豊野駅まで延伸する計画であった。群馬県統計年間によると、1日の平均乗車人員は、 以下の通りである。2014年以降は無人駅の数値の公表が行われていない。ありがとうございます。